安倍監督がついに宣言、いろいろなことをやります、楽しみにしてください。巨人の安倍晋之助新監督44が31日阪神アレンパ阻止の秘策を匂わせた警戒を強める岡田彰布監督66の発言に、いろいろなことをやります、楽しみにしてくださいと不敵に笑った。参拝中は無になっていたと明かした指揮官は、神様にお願いしすぎると怒っちゃうんで感謝の念だけは持ってと笑った。いろんなこと、ゴルフ、ノミニケーション、もう頼むから黙ってろよお前は。安倍って岡田をかなり意識してるよな。岡田は休日にゴルフなんてさせねえぞ。 W ゴルフするぞ、ゴルフするぞ、バントするぞ、バントするぞ、酒飲むぞ、酒飲むぞ。もういいって W、 誰かこいつを紐で縛って椅子にくくりつけとけよ。アンチオツでも巨人には五箇条の御正門があるから阪神も震えてるだろうな。この調子だと今年も阪神か。地味かと思ったけどなかなか発信していくやん W。 矢野、お前を超える逸材が現れたぞ。それも同時に二人だ。立浪民主党はなぜ安倍政権に勝てなかったのか。練習終わったら上司とノミニケーション、休日には上司とゴルフ、まだいろんなことするんか。無能な働き者ほど害悪なやつはおらんからな。選手でキャンプでトレーニングした後に酒飲むやつおるんか。ストレス発散でタバコでも吸え、俺は吸ってるぞって言いそう。安倍ならやりかねんぞ。そのレベルまで来てるわもう。キチゲ発散はシーズン始まってからにしよう。まさか立つ波よりヤバいやつがおるとはな。ここまで交互期待ですが、出ていないのははっきり言って異常だ。ご視聴ありがとうございました。